今日は今から、焼き物を展示します。穴窯の焼いたやつも展示しようと思って、ちょっと、石器って呼ばれてますね。で、皮片に石って書いて石器、これは釉薬をかけたわけじゃなくて火色だけなんですよね。で、これは信楽系の赤土です。ちょっとざらつきも出てて、ざっくりした感じに仕上がってます。これもそうなんですけど、ろくろ引きでここまで引いて削ってる面がこことここはヘラで撫でてますけど、作りはそんな感じなんですけど、こうラスターってわかります？玉虫色とか言うて、訳しますけど、そういう、表情はわかりますですか？でこちらになるとそうでもないね。こっちはこう少し玉虫色っていうか金色みたいな色がこう輝いてて、こういうのを曜変って言うんですけどね。で、この火色が欲しくて薪窯を焼くんです。で、印鑑ここを打ってますけど、正面がこっちなんですけど、ちょっとずれたところに正面が来てますね。で、これは備前の土ですね。あまり大きな石は入ってないんですけど、焼き上がりが、色が違いますよね。信楽系の、赤土で、信楽っていうやつはこんな色になるんですよ。こういう赤い火色が残るんですね。今朝ドラでやってるのはこの火色のことだろうと、火色のイメージを表してるんだろうと思うんですけど、これがすごくこう分かりやすいですよね。こっちはその、正面です。正面だからもう、こうガラス状になってる。これ灰がこうかぶっていってるわけですよ。もう灰がこうかぶっていって、灰がまだ溶けてないところがあるんで、こっちが灰が溶けてる。だからこれ一個でもこっちの温度とこっちの温度、火が走っていったところが分かるんだね。これ裏、それがどうしても吸水性があるんですね。水を吸うんです。だからすごくこう実生活には向かない感じがします。だけどこの火色がもう何とも言えないんですよね。この赤、ここも釉薬が かぶってビードロ釉っていう緑に なっていくはずなんです。これでも30時間焼き込んでますからね。こっちもそれぐらい焼いてます。でついでですから、これ茶碗に作ったんですけど、きっと飲みづらいと思いますよね。茶筅通して、茶筅がこれ引っかかりますよ。だけど時々飲むんですよね、これで。わかります？こっちがもう灰がかぶって下地も溶けてブクが出てて、でこう灰がかぶっていったんですね。
これは佐賀に嬉野に、商工陶土っていう土屋さんがあって、その土屋さんが、岸岳っていう、日本に初めて登り窯が、できたっていう、その岸岳の土を模試で作ってるんですよ。この表情は豊かなんですけどね、これ自体を使いこなすっていうのは難しいと思います。だから提案ですよね。で、こういう焼き締まってるんだけど、結構これ吸水性があって水をジャバジャバ染み出す感じで、だからその染み出さないうちにお茶立てて飲んでしまわないとこういうのはダメです、そんな楽しみができる人にしかこれ使えないと思いますね。で、理解してもらえないと思う。なんでこんなもの作ったのって言われるかもしれないけど、これはこれで僕の楽しみなんですね。で、もう一つ、これも同じ岸岳の土ですね。岸岳土で作ってる、土屋さんがあって、そこの土です。でもこれがね、吸水性がすごく染み出しちゃうのね。それで、東大漆って言って、昔は漆を使って水止めをしてたらしい。どうでしょう。芋頭水、松永治安さんかな。その方の所有している芋頭水差しっていう、南蛮芋頭水差しか、あれを見たとき形が綺麗だなということで、模したやつなんですけど、それを穴窯で焼いてみました。もう石はぜがすごいでしょう。石はぜのすごいのは、ハンデイシさんの石はぜがありますけど、それと匹敵するぐらいの感じの石はぜですよ、でもこれは水が盛ります。だから漆をしたんですけど、漆がすごく匂いが残ってね。で、赤漆をして金箔貼りました。で、金箔も完璧に貼るんじゃなくて、はい、もしこれ、持っていかれる人がいるって言ったら、そういう説明もしなきゃいけないんですけどね。でも気合いじゃないんですよね、こういうのは。はじけてるところもありますけど、こうやってはじけそうになってる。こういうのがあるから、もうこのもう石はぜの表情なんて絶妙ですよ。ハンデイシさんに負けないと思うんだよね。はいはいはい、そうですかそうですか。はい、で、これが、この奥のは、アートオリンピア、201号かな、2015年に、東京で、そういう展示会があって、それに出した部分です。それをまた手を入れて、今度飾ろうと思ってるんですけど、今日もこれを飾ります。で、こっちもどうですか、なかなかいいと思いません。これの修作にはなるんですけど、僕はこういうこう金箔の金属ラスターっていうか、